オールスターゲーム最終投票は MLB オールスターゲームにおける出場選手の最後の1枠を争う投票。別称34番目の男。各リーグから選出される34名のうち最初の33名の選出選手はファンによる投票とチームの監督、コーチによる推薦で選出される。その選出に漏れた選手から各リーグ5名が選出され。 MLB 公式ウェブサイト上で最後の一人を決めるオンライン投票が行われる。オールスターゲームの選手の選出は1933から1946年まで全ての選出選手を各チームの監督が選出していた。1947年により先発選手の選出のみファンの投票に変更された。これは1957年まで続いたが、この年、 シンシナティレッツのファンが大量の組織票を当時レッツの選手が先発に7人も選出される事態が起こった。当時のコミッショナーであったフォードフリックは選出されたワリーポストとガスベルをウィリー・メイズとハンク・アーロンに強制的に入れ替える処置を取った。さらに以降の数シーズン先発メンバーの先任者を選手、コーチと監督に引き渡すことを強制した。 1970年から再びファンが各リーグの先発選手を投票によって選出し、先発投手及びロースターメンバーを監督、コーチ陣が選出する方式になった。2003年から5人の先発投手と3人の救援投手と各ポジションの控えを選手による投票により選ぶ方式となった。現在は各リーグごとに8人の投手と8人の控え選手が選出されており、 その投票には両リーグの監督、コーチ、選手が参加する形になった。各チームには少なくとも一人の代表がいることが決められており、最終投票による一人を除いた選出枠の残りと投票によって、すでに選ばれた投手の中から、先発投手を監督が選出する。その後、コミッショナーのオフィスによって選出されたオールスターゲーム監督は、オールスター最終投票に、 ノミネートされる5人の候補者を選出する。オールスターゲームが行われる9日前の日曜日の夕方に全国放送によってオールスター最終投票の候補者が発表される。投票は放送終盤ノミネート候補者の発表の後開始され、定められた数日間を行われる。投票中に中間発表が一度行われ、投票終了後選出者が発表される。 最初のオールスター最終投票は2002年に行われた。2002年の MLB オールスターゲームは30人が選出され、その最後の1人がファンによって選ばれた。2003年からオールスターゲーム選出枠が32人に拡大され、その結果ファンは32人目の選手を選出した。その後も選出枠は2009年に33人に、 2010年には34人となった。2003年からスポンサー会社がつく形となった。これまでシアトルマリナーズを除く全チームから候補者が出された。シカゴホワイトソックスから最多の10名が候補者に挙げられ、最多の4人が選出された。ついでボストンレッドソックス、フィラデルフィアフィリーズから3人ずつが選出された。2015年の時点でビリー・ワグナーが 唯一三度候補者に挙げられた。選出者では、シェーン・ビクトリーノが唯一二度選出された。ポジションでは、遊撃手、二塁手、指名打者以外のポジションの選手が選出されている。これまで多くの選出者が試合に出場したが、エヴァン・ロンゴリアが唯一、長打で打点1を挙げて、試合に貢献した。クリス・ヤングは2007年の MLB、 オールスターゲームで1イニングを投げに失点で初の敗戦投手となった。ジョニー・デーモンは初安打、初盗塁、初得点を記録した。2002年の MLB オールスターゲームで最終投票の初の選出者となったジョニー・デーモン。票中の守備の項は守備位置を示し以下の略記で示す。表中のチーム名の略称についてはチームの表記参照。アンドリュー・ジョーンズ2002年に 初めての最終投票が実施され、オールスター登録枠30人の30番目の選手がファン投票によって選出された。この年の正式名称は、オールスター30番目の男投票と名付けられ、30チーム及び MLB の公式ウェブサイトと ESPN.com 等のオンライン投票だけで開催された。投票は6月30日から始まり、7月2日に結果発表された。 選出者は、アメリカンリーグは69万2989票を集めたジョニー・デーモンが、ナショナルリーグは55万9752票を集めたアンドリュー・ジョーンズが、初の選出者となった。試合では両者とも3打席に立ち、デーモンが1打一得点を記録した。2003年は、登録選手枠が32人に拡大され、この年からスポンサーがついた。 ベースボールカードのメーカーのトップス社がスポンサーにつき、正式名称はトップスオールスター最終投票として実施された。ナショナルリーグの候補者には当初シカゴカブスのコーリー・パターソンがいたが、7月7日に負傷してしまったため代替でケニー・ロフトンが加えられた。投票は7月6日午後8時から始まり、7月9日午後6時まで3日間行われた。この年から、 投票結果は選出者の得票と最終順位のみで選出者以外の得票は発表されなかった。総得票1080万票のうちアメリカンリーグは321万509票を獲得したジェイソン・バリテックが、ナショナルリーグは287万2200票を獲得したジェフ・ジェンキンスが選出された。試合には両者とも出場はなかった。候補者の中から、 出場辞退したマイクス・ウィーニーの代替として、ジェイソン・ジアンビが、マーカス・ジャイルズの代替で、ルイス・カスティーヨが、選出者に加えられた。2004年は、アマリクエスト・オールスター最終投票の名で、2004年7月4日から2004年7月7日までの3日間投票が行われた。総得票950万票以上のうち、アメリカンリーグは120万票を獲得した。 松井秀喜が、ナショナルリーグは200万票を獲得した、オビー・アブレイユが選出された。アブレイユは、代打で出場し、松井は、代打の後、左翼の守備についた。2005年は再び、アマリクエスト・オールスター最終投票の名で、2005年7月3日から2005年7月6日までの3日間投票が行われた。この年の候補者は、アメリカンリーグは、全員野手。 ナショナルリーグはすべて投手で構成された。2005年より、携帯電話からの投票が可能となった。投票初日は、デレクジーターとロイ・オズワルトが優勢だったが、2日目に、スコット・ポドセドニックがジーターを抜き選出者となった。投票総数1500万票のうち、ポドセドニックは396万5473票、オズワルトは265万2549票を、 獲得した。オズワルトは1イニングを投げにあんだに失点。ポドセドニックは外野の守備についたが打席は回ってこなかった。候補者の中から出場辞退したペドロ・マルチネスの代替でビリー・ワグナーが選出者に加えられたが試合への出場はなかった。2006年はスポンサーが代わりモンスター・オールスター最終投票と呼ばれた。 2006年7月2日から2006年7月5日まで3日間行われた。投票総数1860万票のうち、ノマーガルシアパーラが400万票、AJ ピアジンスキーが360万票を獲得して選出されたことが MLB によって発表された。出場自体となったホセコントレラスの代替でフランシスコ・リリアーノが トム・グラビンの代替でクリス・カプアーノが選出された。4人は選出されたものの試合への出場はなかった。岡島秀樹2007年のモンスター・ウォールスター最終投票は両リーグともに投手のみが候補になった。これは2005年のナショナルリーグの候補が投手のみとなって以来2回目。投票は2007年7月1日から2007年7月5日の4日間。 行われた。途中結果は毎日発表され、最終結果は mlb.com で発表された。投票総数2300万票を集め、440万票の岡島秀樹、450万票のクリス・ヤングが共に初選出された。岡島は試合への出場はなかった。ヤングは1イニングを投げたが、ランニング HR 打たれ1安打1死球に失点で敗戦投手となった。 候補の一人、ロイオズワルトは、ノミネートの時点で7勝5敗で、候補条件とされた8勝を挙げておらず、候補にふさわしくないのではとの論争があったが、彼の成績の低さは、後続の救援投手の平均防御率の低さ、チームの得点力不足が原因とみなされた。その根拠は、オールスターに選出された、先発投手のいずれかを負傷した場合の最小の代替候補となることで示された。 最終投票最終日に、故障により、オールスターゲーム参加を辞退したジョン・スモルツンに代わり、オズワルトが選出されたと発表された。その後、ブライアン・フェンテスの故障事態により代替で、ブランドン・ウェブが選出された。二人とも試合への出場はなかった。2008年のモンスター・オールスター最終投票は、前年の候補者がすべて投手であったが、この年はすべて野手で構成された。 投票は2008年7月6日から2008年7月10日まで5日間行われた。投票総数4780万票を集め、900万票のエヴァン・ロンゴリア、800万票のコーリーハートが共に初選出された。ロンゴリアは新人として最終投票を勝ち取った2人目で三類種として初の選出だった。投票終了後、 アルフォンソソリアーノの故障による事態により、デビット・ライトの選出が発表された。試合は、ロンゴリアが代打で出場し二塁打を打って一打点を記録。ハートは途中から出場で三打数無安打だった。ライトも途中出場で三打数一安打一支球を記録した。2009年のオールスターゲームスプリント最終投票は、2年連続して候補者が 野手のみで構成され、うち8人はオールスター未経験の選手だった。投票は2009年7月5日から2009年7月9日までの4日間行われた。スプリント社の講演と交換にテキスト投票はスプリント対応の携帯電話のみ利用可能だった。フィラデルフィア・フィリーズとデトロイト・タイガーズはミシガンとペンシルバニアの企業が水曜日に休みにし、 木曜日の事前投票で2位にだったインジとビクトリーノに投票するのを奨励した。今年の投票数は4780万票だった2008年より43.5%増加し、過去最大の6860万票を集め、2002年に開始以来オールスター最終投票は2億票を突破した。結果はブランドンインジと過去最高の1560万票を 集めたシェーン・ビクトリーノが初選出された。ビクトリーノはオールスターゲームに選ばれた4人目のハワイ人となった。試合は、インジは途中出場で1打数無安打。ビクトリーノは先発出場し2打数1安打1得点だった。候補者の中からダスティン・ペドロイアの出場自体により、カルロス・ペーニャがエヴァン・ロンゴリアの故障により、ショーン・ヒギンズが代替出場となった。 試合への出場はなかった。2010年のオールスターゲームスプリント最終投票はアメリカンリーグの監督ジョージ・ラルディとナショナルリーグの監督チャーリー・マニエルによって候補者が選ばれた。投票は2010年7月4日から2010年7月8日まで5日間の日程で行われ2600万の投票のうちの1370万票を獲得した上位ボットと ニックスウィッシャーが選出された。スウィッシャーはオールスター最終投票の歴史で最も接戦のレースと評された。ヒースベルは候補者に名を連ねていたが投票開始前にヨバニガイアルドの代替で出場が決まったため候補者から外された。試合は、ボットは途中出場で2打数無安打、スウィッシャーも代打で1打数無安打だった。 候補者の中からジャスティン・モルノーの故障で、ポール・コネルコ、ジェイソン・ヘイワードの故障で、ビリー・ワグナーの代替出場となった。試合は、コネルコは途中出場で2打数無安打、ワグナーの出場はなかった。2011年のオールスターゲームスプリント最終投票は、アメリカンリーグの監督ロン・ワシントンとナショナルリーグの監督ブルース・ボーチーによって候補者が選ばれた。 投票は2011年7月3日から2011年7月7日まで4日間、mlb.com と mlb のチームウェブサイト、または携帯電話などによって行われた。ファンは、ツイッターやフェイスブック経由で投票すると様々な、キャンペーンが受けられた。投票総数5000万票のうち、840万票で、ポール・コネルコ、920万票で、シェーン・ビクトリーノが選出された。 ビクトリーノは二千九年に続いて二度目の選出となった。しかし、ビクトリーノは故障により出場を辞退したため辞典だったアンドレイ・シアーが繰り上げ選出となった。試合はコネルコが途中出場で一打数無安打一死球、イーシアーが代打で一打数一安打一打点を記録した。二千十二年のオールスターゲーム MLB.com 最終投票はスポンサーが ファイアーストーン社となった。投票は2012年7月1日から2012年7月5日までの5日間、mlb.com と mlb のチームウェブサイトまたは携帯電話などによって行われた。さらに、最後の数時間ツイッターでの投票も行われた。この時、マットケンプの故障自体により、チッパー・ジョーンズの代替出場が決まったため、候補者リストから外された。 ツイッターでの投票は4時間であったが、毎分2500票の投票があった。得票総数5000万票のうち、730万票で、ダルビッシュ優が840万票で、デビッド・フリースが選出された。その後、CJ ・ウィルソンの出場自体により、ジェイク・ピービーが、イアン・デズモンドとジャンカルロ・スタントンの出場自体により、マイケル・ボーンとブライス・ハーパーの代替選出が決まった。 試合は、ダルビッシュと PB は、出場なし、フリーズ、ボーンは途中出場で1打ス無ムアンダー、ハーパーは1打ス無ムアンダー1支給だった。2013年の、オールスターゲーム MLB.com 最終投票は、スポンサーが FREECREDITSCOORE.com となった。投票は2013年7月6日から2012年7月11日までの6日間。 mlb.com と mlb のチームウェブサイト、または携帯電話などによって行われた。また、最後の6時間はツイッターでの投票も行われた。投票は奇妙な同盟関係を持った、トロントブルージェイズとアトランタブレイブスのファンが、お互いの候補者に投票するという光景が見られた。その効果もあって、960万秒で、スティーブ・デラバーと1970万秒で、 フレディ・フリーマンが選出された。ナショナルリーグの時点だったヤシエル・プイグは2009年の過去最多1560万票を集めたシェーン、ビクトリーノを超える票を集めたが選出されなかった。また、投票総数も7920万票を集め、史上最多だった。試合は、デラバーが1、3イニングを投げて、無失点、フリーマンの出場はなかった。2014年の オールスターゲーム MLB.com 最終投票は、スポンサーが、エクスペリアン社となった。投票は2014年7月6日から2012年7月10日までの5日間、MLB.com と MLB のチームウェブサイト、または携帯電話などによって行われた。投票総数5250万票のうち、670万票、獲得のクリスセールと880万票獲得の、 アンソニー・リゾが選出された。試合は、セールは4回に1イニングを投げて1アンダ1失点。リゾは、代打で1打数無アンダだった。マイク・ムスタカス2015年の、イシュランスオールスターゲーム最終投票は、スポンサーが、イシュランス社となった。投票は2015年7月6日から2015年7月10日まで5日間、mlb.com と mlb のチームウェブサイト、 ツイッターなどによって行われた。アメリカンリーグの候補に、ブレッドガードナーが選ばれていたが、ファン投票で選出されたアレックス・ゴードンが故障で、辞退したため、代役として出場が決まり、最終投票の候補から外された。投票総数は、初の1億票を超え1億1160万票となった。1930万票獲得のマイク・ムスタカスト1410万票。 獲得のカルロス・マルティネスが共に初選出された。投票後、ホセ・バティスタの出場自体によりブライアン・ドージャーが、ディーゴードンとマックス・シャーザーの出場自体により、クレイトン・カーショーとトロイ・トゥロイツキーが、代替選出となった。試合は、ムスターカスとトゥロイツキーは1打数無安打、ドージャーは2打数無安打、カーショーは5回に1イニングを投げて3安打に失点で、敗戦投手となった。 ガードナーとマルティネスの出場はなかった。ありがとうございます。